デーム・クウェンティン・アリス・ルイーズ・ブライスは、オーストラリアの政治家である。25代目オーストラリア総督。1942年12月23日に、ブリスベンに誕生した。クイーンズランド大学を卒業した。政界に入る前には、大学の非常勤講師をしており、その頃からフェミニズム運動に関与し始めた。 労働党のボブ・ホーク政権で1988年から1993年まで反省差別コミッショナーを務め、その後は2003年7月29日から2008年7月29日まで24代目、クイーンズランド州総督を務めた。2008年に、ケビン・ラット首相はブライスをマイケル・ジェフリー総督の後任に指名し、女王エリザベス2世の任命を経て、 同年9月5日に就任した。2014年3月28日に、任期満了に伴い総督を辞任した。辞任直前の3月25日、トニー・アボット首相は、総督は、オーストラリア勲章のいとあるいはデームに助せられる、胸上陛下の採下を得たと声明を発表し、ブライスは、デームの称号を受けることとなった。 夫のマイケル・ブライスは建築家でグラフィックデザイナーである。3人の息子、2人の娘、6人の孫がいる。ありがとうございます。